はい、土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両をちょっとご紹介させていただこうと思います。ご紹介していただくのはボンドショップ浦和フロント担当富山さんです。土井パフォーマンスです。なんで毎回それなんですか。お願いします。はい、はい、車が、GLC43、はいはい、今回こちらどんなカスタマイズをした車両でしょうか。今回は、はい、まあ、ちょっと見ての通り BC、はい、の装着、キャリパーペイント、はい、まあ、各部のブラックアウト、ブラックアウトですね、はいはい、をやらせてもらってますね、はい、じゃあブラックアウトからどの辺からブラックアウトされてるか紹介してもらってもいいですか。まずグリルです。はい、グリル、まあ、あのメッキの部分、はい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 、を、まあ、まあ定番のというか、ちょっと前回の G63 に習ってというか同じ感じでこう、まあ、そうですね、はい、パナメリカのフィンを、はい、マットに、マットブラックにして、まあ、このメッキのリングをブラックアウトにした、はい、エンブレムこれ後から黒くなったんですか。そうです、はい、じゃあもともと結構車が黒いんで、そうですね、もうグリルとかちょっとポイントを押さえて黒くするだけで真っ黒になっちゃうっていう。そうですね、はい、だから、まあ、施工する場所としては、はい、まあ、GLC220 とか、はい、そういう他のグレードに比べるとちょっと少ないかなっていう。あ、手数が少なくて済むって感じ。そうです。でグリルとドアハンドルもアウトハンドルのメッキ、はい、あ、ここが本来はメッキなのをブラックにしてるんですよ、はい、あとはあのサイドステップの上の、はい、はい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 、ボードの部分。そうです、そうです。なるほど。 で、はい、ここもあえて同色にするんじゃなくて。そうですね、同色、はい、同色、同色だとこう車が黒なんで、はい、こうつるん、ぬめっとしちゃって、はい、重たい感じになっちゃう、うん、だから意外にこうアクセントを残した感じで。そうですね、はい、ちょっとメリハリつけてあげるっていうか、はいはい、後ろも何かやってますかこれ。後ろはテールランプの上のメッキ、はい、あとまあエンブレム、はい、でマフラーカッターはもともと黒です。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ全然これでこれだけでかなり締まってみる。そうですね、あ あとテールがフィルムで黒くなってるんですか。リフレクターもフィルムでブラックアウトしてます。じゃあ本当にちょっとちょっとというかポイントポイントでやるだけでかなりもう全体が引き締まった感じ。はい、あとはまあローアリングでローダウンをさせて、はい、まあ、BC HA162 サイズがさっきちょっと調べたら 9.5、10.5、そうですね、はい、前後サイズ違いで、でこれ実は BC は、はい、このブラッシュドのマットっていう仕上げがないんで、はい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 、BC から納品された後に、はい、またバラバラにして、あ、ディスクだけを、はい、マットクリアをかけて、なるほど、まあ、仕上げトップの仕上げを変えてるっていう。なるほど。じゃあ国内に入れてからさらに手を加えて。そうです、 BC からさらにこう、はい、もう一度手間加えたって感じですね。なるほど、はい、なので、はい、ちょっと画像で見てでこの仕上がりでっていうと、はい、BC では注文できないのでなるほど、はい、もう一手間ありますよっていうのを、はい、じゃあスペシャルなホイールに仕上がってるんですね。そうです、はい、そしてサイズ違いで履いてるんでリアがかなりコンケーブしてこう逆反りな感じになってます、まあ、かっこいいですね、はい、でこれを決めた経緯も以前別の車で同じホイールを履いたのを。そうです、そうです、はい、お客様がご覧になってブログで見ていただいて、まあ、これいいじゃないかってことで、まあ、GLC 買うよってことで、まあ、同じテイストで。なるほど。同じ仕上がりでってことで注文させてもらいました、はい、で今回これ出面がめちゃめちゃこだわってるんですよね。そうです、はい、ちょっと遠方のお客さんでうちでこのすぐこう気軽にこう行って帰って、まあ、できないっていうのもあって、はい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 、まあ、ディーラーさんでのも整備とか、はい、やっぱりその近所で入れたいっていうのもあって、はい、まあ、ギリギリ純正よりは出すけど、はい、ディーラー入庫できるぐらいっていう、はい、まあ、実はすごいこうあやふやな感じだったけどもちょっと絶妙なところを攻めた、まあまあまあ、はい、ちょっと勝負だったんですけど、はい、まあ、オフセットちょっとこうちょっとだけ入れてディーラーさん持ってっていただいて、はい、測ってもらって、はい、これならギリギリ OK、 ただ紙1枚だったのでもうギリギリのところを攻めたんです、まあ、そうですね、はい、なのでこの形でディーラーさんでも入庫していただけるということでした。なるほど。もちろん各ディーラーさんで、はい、まあ差があるんでしょうから、はい、まあ、保安基準と別にこうディーラー基準がありますからね。そうですね、はい、そうですね、その辺はご相談いただければ、まあ、どこ行っても大丈夫とはもちろんちょっとご案内はできないですけど、はいはい
あのこのお客様が言ってるところは、はい、一応これなら大丈夫ですっていうことで言っていただけたそうです。まあ、その辺もいいところですよね。 BC こうミリ単位で全部こう絶対が調整できるんで、あとそのタイヤチョイスなんかも富山さんのこの豊富な知識と経験で、はい、絶妙なところが攻められるんで、はい、ご相談いただければ、はい。そしてこれキャリパーもこれペイントされてるんですか？そうで す, そうです、はい、赤で、まあ、フロントは AMG のロゴも、はい、ホイールダークトーンなんで、はい、まあ、差し色なんかは、あ、なるほど、目に入って、はい、ちょっとあえて主張させてる感じですね。いじった感が出ていいかな、はい、これドリルドのローターは元々なんですか？元々は。あ、なるほど。じゃ結構これだけでペイントとタイホイールだけ決まっちゃいますね。そうだよね。なるほど、うん、こんな感じですか外観は、はい、そうですね、はい、中とか全部ノーマルですね。中はもうテレキャンだけ、はい、テレキャンとドラレットだけ。中は今回ちょっとノーマルっていうことなんですけど、結構白ステッチ、シルバーステッチと黒の締まった内装で、43かっこいいっすね。43かっこいい、かっこいいし、はい、走りやすいっていうか。あー、なるほど。ちょっとこうドヤっていうこう、うん、感じのインテリアじゃなくて、ちょっと渋い感じのインテリアがちょっとこの外装とマッチしてますよね、うん、はい、やっぱちょっと乗ってみると、はい、まあ、もちろん奥さんは、はい、もちろんいいよ、もちろんね、はい、当たり前にいいんだけど、はい、暖房な感じがジャジャ感がすごいいいけど、はいはい、43はまあまあ街乗りから、はい、首都高もそうだし、はい、長距離も、はい、まあ、タッチもそんなに重たくなくて、はい、疲れないっていう、ちょうどいい感じですね、うん、はい、パワーも十分ですしね。そうだよね、はい、なるほど。でも富山さん的にはじゃあ43とかはもう63もちろんそうなんですけど、うん、43あたりもこういじってこうマストな車ですね。まあそうですね、はい、で、まあ、63とかまあ他のグレードに比べて、はい、まあ、若干安価ですね。あー、なるほどなるほどなるほど。あの同じことやろうとするんだったら、はいはいはい、少し、はい、コストパフォーマンス的にもちょっと安く仕上がるおすすめですよっていう、うん、はい、そんな感じです。はい、というわけで今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた AMG GLC43 をご紹介させていただきました。 GLC43 のカスタマイズはぜひボンドショップ浦和までご相談ください。最後までご視聴ありがとうございました。